おはようございます。あるいはこんにちは。あるいはこんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、2024年4月5日からテレビアニメ第3期聖魔激突がスタートしたので、小説7巻をゆっくり紹介していく54本目の動画で第6章神と魔王その9です。前回の動画を見ていない方は、こちらの動画をご覧ください。URL は概要欄に貼ってあります。一気に見たい方は、再生リストの点すら小説7巻聖魔激突編で一気見できます。アニメの後追いになっていますが、アニメではだいぶはしょられて進んでいるので、細かい内容が知れる、補足的なものとして、楽しんでもらえればと思います。それでは、ゆっくりしていってね。前回の復習終わりの一部。その愚かさを、深淵の底で反省するがいい？ディアブロはそう告げて、最後の仕上げを行った、エンドオブワールド。誘惑世界の崩壊は、そのうちに取り込んだものをも巻き込んで進行する。七王たちの絶望も飲み込んで、世界は終わりを告げたのだった。そして、この場で行われた約束は、無事に履行されるのである。ここから、神と魔王その9本編です。魔王バレンタイン、いや、ルミナスの登場に驚いていたが、もう一人扉から出てきた者がいた。確かこの男は、魔王バレンタイン。今思えば、ルミナスの影武者をやっていたんだろうな。七王の3名は青ざめて、ルミナスの前にひざまずいている。もはや戦う意志などないようで、審判を待つ子羊のように怯えていた。さて、ルミナスはどう出るのか？迷惑をかけたという言葉から察するに、争うつもりはなさそうだけど。と思っていると、影武者をやっていた男が口を開いた。控えよ。世は鳳凰類である。そして、こちらにおわすお方こそ、我らが神、ルミナス様であらせられるぞ。と、よく通る声で宣言した。それを聞き、聖騎士たちが一斉にひざまずいた。どこかの隠居した副将軍を前にしたみたいだ、と思ったのは秘密にしよう。そして俺たちは戸惑いつつも、成り行きを見守ることにしたのである。しかし、魔王が神って、何の冗談だよ。その影武者役が鳳凰？いやはや、プロパガンダがひどすぎて、俺でさえドン引きするレベルだ。だが考えてみれば、それは非常に効率的なんだろうけど。で、人という種族を支配するのに、効率的な環境を用意できるでしょう。あ、うん。真似しようという提案じゃないから、そこは間違えないでね。注意しとかないと、ラファエルさんが暴走しそうだ。まあ、それは置いておくとして。ひなた、自重せよと申し付けたであろうに、勝手な真似をしおって。あ。そう言いながらルミナスは、俺が抱えるひなたに向けて手をかざした。心臓よ、蘇生せよ。それは、神の奇跡、リザレクション。俺の目の前で見る見るうちに、ひなたの背中から左胸に抜ける傷が塞がっていく。俺の回復薬よりもすごい効果だが、ちょっと待て。なんで魔王が、神の奇跡を操っているんだよ。はい。神の奇跡とは、霊視を効率的に運用する魔法を指すようです。通常の手段では、霊視に干渉できませんが、それを行う手段は判明しました。あとは解析して。なんだかよくわからないが、ラファエル先生がやる気になったようだ。任せて安心ラファエルさん、ということで放棄しよう。うん。先生。おっと、日向に意識が戻ったようだ。俺をしずさんと勘違いしているのか？おう、寝ぼけるなよ。何が先生？だ。面白かったので、日向をからかってみた。普段の険しさもなく、あどけない感じ。こいつって確か女子高生くらいの時にこっちに来て、今では10年くらい経っているんだっけか？ということは年齢は？と、そこまで考えた時、日向の目つきが鋭くなった。冷たい眼光を放ち、俺を見る。おい。はい。君は今、何か失礼なことを考えなかったか？いいえ、とんでもない。そうか。まあ、それはいい。それで、いつまで私を抱いているつもりだ？抱いているって、人聞きの悪い。せっかく解放してやっていたというのに、ひどい言われようである。だが、それについて文句を言いたくても、なぜか言い出せない雰囲気だし、ここは素直に謝罪しよう。負けるが勝ちという、大人の処世術だ。失礼しました、大変眼福でした。俺はそう言って、日向から飛びのく。俺がそう言うと、日向は自分の胸元を見た。服に穴が開いて、白い胸が見えている。ほう？やばい。日向のさっきが尋常じゃない。もしかして、俺ってバジライを踏み抜いた？君、デリカシーがないって、人から言われなかった？睨むように俺を見て、そんなことを俺に言う。お前こそ、そんな鋭い目つきで人を睨みやがって、頑固な性格で、人の話を聞かないじゃねえか。思わずそう言い返したのだが、これは確実に失敗だった。日向の美貌が怒りに染まり、きっと舌打ちしたのが聞こえてしまったのだ。だが日向は、怒りを飲み込むように一度深呼吸して、それから俺に笑顔を向けた。かえって怖いんですけど。あのねえ、私は金眼なだけよ。君ってやっぱり、デリカシーがないでしょ？そんなんじゃ、女の子からモテなかったんじゃないかな？日向の攻撃が、俺の心に突き刺さった。クリティカルである。うっさいわ、忘れていた過去を思い出させやがって。そんなことないし？
気配りできる、頼れる人って感じだったし。ふん、ならいいけど。哀れむように俺を見て、日向はふっと笑った。悔しい。負けた気がする。戦いに勝利したのは俺なのに、なんだか敗北感で胸がいっぱいだ。そういや、勝利宣言すらまだだったし。そんな風にショックを受けている俺を放置して、日向がレナードを回復魔法で癒す。これまた見事なお手前ですこと。どうせならルミナスが助けてやるのかと思ったら、放置したままだった。興味ないものは、徹底的に無視するスタイルみたいだね。レナード、頑張れ。俺よりも哀れな奴である。ルミナスが日向を癒したことで、聖騎士たちもルミナスを信じた模様。法王類を知る者もいたようで、疑う理由もないといった感じである。レナードが意識を取り戻すなり、皆で喜びを分かち合っていた。そしてそのまま、日向様、とか叫んで、涙を流しながら皆で日向を囲んでいる。あ、日向の胸を見た奴が殴られた。さすがは日向、恐るべし。金眼とか、関係ないよね。普段から魔力感知を発動しているみたいだし。まあ、男のチラ見はほぼ 100% 女にバレているというし、俺も気をつけねばなるまい。って、今更だけどね。そうして、みんなが落ち着いたのを見計らい、重々しくルミナスが口を聞いた。さて、七葉よ、こたびの件、どのように言い訳するつもりだ？ルミナスがどう始末をつけるのか気になるので、俺たちも見学する。その時、ディアブロから報告が届いた。リムル様、終わりました。おう、それで、守備は？ふっふふ、すべて、予定通りに。ご機嫌だな、ディアブロのやつ。ならば、問題はすべて片付いたということか。よし、一段落したら一度報告に戻ってこい。承知いたしました。その時を楽しみにしております。そう言って、ディアブロは思念伝達を終えて任務に戻った。ということは、冤罪だったディアブロの殺人容疑も、無事に晴れたということだろう。ならば、俺がここにいる七葉の処遇に口を出す必要はないな。迷惑はかけられたが、その謝罪は今さっき受けたばかりだ。これ以上干渉するとややこしくなるので、今後の付き合い方を有利に進めることだけ考えよう。そう考えていると、判決が出たようだ。即決、即断。死罪じゃ。せめてわらわの手で、そなたたちへ死を手向けよう。お慈悲を。私どもは、ルミナス様の恩ために、我らの長き忠誠に免じて、何とぞ。みっともなくルミナスにすがろうとする七葉たちだったが、その願いは叶わなかった。デスプレッシング。ルミナスが両腕を広げるなり、見えざる髪の手が七葉たちを優しく包み込む。それはルミナスなりの、徘徊の最後の慈悲だったのだろう。慈愛に満ちた抱擁。そうとしか見えないが、聖者を死者へと変える残酷な権能であったらしい。魔王ルミナスの、力の一端を垣間見た思いである。俺たちを陥れようとした七葉たちは、苦しみもなく、ひどくあっさりと滅びの時を迎えたのだった。あわや神聖法王国ルベリオスとの全面戦争まで覚悟したのに、終わりはあっけないものだ。こうして舞台は、今後の付き合い方を探る交渉の場へと移るのである。立ち話もなんだし、場所を移すことになった。町までルミナスやルイ、そして日向一行を案内しつつの凱旋である。そして、俺を出迎えてくれたベルドラを見て思い出す。あ、すまん。最終防衛ラインさんの出番はなかったわ。何？せっかく気合を入れて待っておったというのに。ベルドラは不満そうだが、そこは納得してもらうしかない。そういうことで、事件は円満解決。と思ったのだが、そうはトニアが下ろさなかった。ベルドラがルミナスを見て、爆弾発言を落としたのだ。おお、お前は、思い出したぞ、ルミナス、魔王ルミナスではないか。我が城を吹き飛ばしてやった、あの女ヴァンパイア。いやー、思い出せてすっきり、と、そこまで言ったベルドラを、ルミナスがどこからともなく取り出した剣を突きつけて黙らせる。というか、もうすでに手遅れだ。完全に、神ルミナスが魔王ルミナスバレンタインであるとバレてしまっている。沈黙する聖騎士たち、今言われたことが理解できなかったのだろう。日向は知っていたのか、頭に手を当ててため息をついているし、ルイはルイで我関せずを貫いていた。本当に、やれやれである。やはりベルドラはトラブルメーカーだなと、俺もまた再確認したのだった。その後、ルミナスが、このクソトカゲが、毎回、わらわの邪魔をしおって、と、激怒して暴れるのを、皆で必死になだめたりもしたのだが、それはまた、別の話なのだった。今回はここまです。とりあえず、無事生き残れたぜ。けど、俺の活躍が全く紹介されていないのが不満だ。大した活躍をしていないのだからしょうがないわよ。それを言っちゃダメでしょ。活躍してなかったけど、この動画でせめて知ってほしいぜ。おのおのの聖騎士たちの戦いを紹介する動画です。URL は概要欄に貼ってあります。最後まで見ていただきありがとうございました。これからも〇〇復習や〇〇相関図など作っていきますので、チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。また見てね、バイバイ。